一人ぼっちでいるとちょっぴり悲しい、ウィ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 。そんな時こういうの、鏡を見つめ、ウィ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 。イエイ、ソニックドラゴルゴさんです。ね、そんなわけでね、もう、あれだぞ、お前は契約を結んだからな。逃がさんぞ。まあ、それはいいとしてな、ソニックさん、ね、ソニックさん。昔、ソニックさんが、三鷹楽器の、楽器屋主催の、アマチュアバンドコンテストでベストボーカリスト賞を取った時に、シャムシェイドのギターの大太くんは高校生でした。サンタマ地区の伝説です。いや、それがな、シャムセイドの大太くんっていうのがな、まあ、いたんだけどさ、まあ、なんか今、氷室さんのさ、ツアーでさ、なんか、ギター弾いてびっくりしちゃったけどさ、超出世してんだけど、それがさ、なんかね、あれなんだよ、ソニックさんのお友達がね、また他のバンドでベースを弾いたんだけど、そいつほんと天才だったのよ。で、そいつの連絡先を聞きたくて、なぜかそいつがソニックさんのところに電話かけてきたっていう。すごい、そういうサンタマ地区はあるある。もう俺なんかね、ソニックさん、え、なんかもしかしてなんか大体俺と組みたいのと思ったら、それあの時のバンドのベーシストは誰ですかとかね。俺じゃないのかよ。そうですね、そんなソニックさんですけどね。 OK、 まあなんだ、あれですな、今日ね、もうね、ある程度ほらね、サブスクライブも増えてさ、アクセス数も多いから、ちょっとね、余裕を持って、恋愛じゃない話でいいかな、今日は。今日はね、ちょっとビジネスね、必要な人いるからね。よし、今日の話題いくよ。はい、ビジネスのお相手とあなた。うし、ね、これでいこう。ビジネスのお相手とあなた。例えばさ、これ、ビジネスっつっても、本当に、対人の時もあるけど、人によってはさ、マーケットのこともあるからね、今日は。だから、マーケットっていうのはさ、例えばほら、ソニックさんさ、タロットライブやってるけどさ、タロットライブで、YouTube の視聴者が、来ることないんだよ。サジェスションで、なんかね、タロットライブって検索する人もいなければ、YouTube もそれにやることないから。だからソニックさんは今サブスクライブ急に増えたけど、あれは、三択占いやってるから来てる。だから、マーケット間違えると、実力あっても無理なんだよ。だからそれは、ソニックさんミュージシャンやってたし、なんだ、日本ではテクノレーベルのプロデュースやってて、それで、アンダーグラウンドテクノでは相当有名だったんだけどさ、まあそういう、マーケットのね、やり方とかあるから、それをタロットで今日3択 ABC で占うで、マーケットであったりとか取引先であったりをがダリタロットで、でそれに対する対策をね、ウェイトタロットで見るね、そういうルールでいこうね。今日は ABC もう決めた、 ABC 決めた、行くよ、もうちゃっちゃと行くよ今日ね。で、まあテクノ魂ね、もうあれです、6月30日ね、もう名古屋近辺の人がもうなんか続々来るらしいんで。そう、わかんないですけどね。そうそうそうね、まあまあまあ、そんなんでね、うん、いやー、まあ参りましたね。それにしてもね、まあソニックさんはね、まあね、あれですね、変わらず変わらずですよ、本当に。もういや、変わらずってかさ、とにかくさ、体重をさ、キープしないといけないからさ、入っちゃったよ、本当に。簡単に太るんだこれが、本当に入っちゃったわ。一回でかい筋肉つけるとダメだな。うっしゃな、うん、そんなんですよ。あとはどうだろうな、ね、特にね、ほら、毎日更新だけどさ、特に変わりもないんだけどさ、あ、ソニックさんね、なんだろう、新しい照明をまた注文したから、ね、そう、タロットライブ見てる人さ、だいたい1時間半やる途中でさ、片方のライトが消えるんだよね。そうそう。あれをね、克服するためにね、ちょっと、新しい、ライト注文しました。本当に、なかなかね、なかなか大変なのよ。おい、ちょっと、ね、OK、ね、まあ本当に、ね、ちょっとカッツカッツですけど、よいしょ、これがね、今のがね、A ね、A のビジネス、ビジネスさんの方です。で、これが、ビジネスさんに対して、あなたの対処法、ね、今日は恋愛じゃないよ。もういつも恋愛ばっかり見てらんないよ、ソニックさんは。ソニックさんは、なんかもうね。いや、でもね、ソニックさんね、やっぱ事業自分でやる、立ち上げたりとかね、そういう人応援するよ。そういう人好き。そう、そういう人に頑張ってもらいたい。
ね、そうそう、ね、いやーからね、そんな、いやもうあれだよ、もっとスタンドするのは大変なんだよ。そうそう、いや昨日もさ、あのなんかもうあのサブウェイってさ、まあ、イギリスでも当然あるんだけどさ、サブウェイに行ったらさ、なんかインド人のさ、の従業員がさ、なんかなんかお前知ってる、このなんか3つ先ぐらいにある店あるだろうとか、あのインド人のやってるなんか飲食店、挨拶もなしに消えちゃったぞとか言って、うん、そうだって お前よく言ってたろとか、なんで俺がよく言ってたこと知ってるんだよとかね。そう、うん、いやそう、このストリートは知ってる通りインド人ベジタリアンばっかりだから、なんかミートを扱う店はお客さん入りにくいんだよなとか言って、うん、そう、なんかそんな話を、うん、なぜソニックさんにそんな話をするかなそう、まあ、そんなのがあってさ、だから本当マーケットな、これあれさ、なんか小学校のさ、なんか女の子2人と男の子1人の子がいる夫婦でやってたんだけどさ、あれ心配だな。よいしょ、よいしょ、おきゃ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 よ、おきゃおきゃね、よいしょ。まあそうか、でも今日はあれだよね、うん、よいしょ、うん、これソニックさんのね、スキャナーがさ、こうなんだ、こう一致させるとこうなんか枠をね拾ってくれるやつだから、なんかもっとこうなんつうの、YouTube でやる分にはこうなんかもっとフリースタイルでバラバラでも構わないんだけどさ、ちょっといつもの癖でなんかこう隙間あると気になるんだよね。そう、まあそんなんでね、そうだな、そうソニックさんね、若松みゆきよりも鹿島みゆきの方が好き。一応たまにこう入れとかないといけねえんだよ。そういうルールがあるの。初めて来る人はさっさと占いやると思うかもしれないけど、いろいろあんだよ、大人の事情がさ。そう。オッケー、じゃあまず、マーケットの方な、マーケット。とりあえず、取引先かもしれないけど、向こうがね、過去、ね、推しの弱い女性。だからこれはもしかしたら、あなたに対して考えてるのかもしれないんだけど、もっとプッシュしてこいよって向こう思ってた。ね。それで、現在向こうが思ってるのは、ね、先生、声に出して誓いを立てる。なんかビジネス成立だ。ビジネス成立。そして、未来が向こうにとってはどうなるか。うん、ハセサンズル。なんか取引が決まって、ビジネスとして、なんかすぐに対応する。なんかすごくいい流れだよ。うん、A を選んだ人はね。うん、そう。で、それで、向こうが考えてることは、なんだろう。まさかの、やばい展開。ここでね、向こうが、狙ってることは、関わり合わないこと。うん、そして、うん、だから調子いいけど関わり合わないことを狙ってる。うん、で、現在、向こうにとっての状況が、審判、ジャッジすること。うん、そして、向こうがしたいことは、冷静に考えること。で、最終的には、権力の外、関わり合いにならない。だから、話は聞いてるけれども、向こうは、ビジネスチャンスとして捉えていないから、終わりにしようとしてると考えて。だから、あまり良くないかもしれない。そこで、対処法、うん、ね、対処法言ってみよう。まず過去、ね、関係がもう学ぶことがなくなったから卒業手前。うん。だから、ソニックさんこれからスタートするかと思ったけど、結構、もう佳境に入ってるのかもしれない。うん。そして、現時点が、誠実さ、ね、他に上つかないことで、向こうと契約を引き付けようとしてる。うん。で、この向こう側は、何？女王様逆向きなんだけど、これは目的がはっきりしてる。っていうね、暗示なの。うん。で、それは、向こうも即対応しましょうっていうね。でも、ここまではいいんだよ。で、ここからがどうするか。うん。向こうが、もう関わり合いたくないでしょ？で、これに対してどうするか。うん、もう情熱。うん。未来へ対するときめきで対応するしかない。うん。そして、向こうが、現時点で、もう、切るかどうか考える。ね、審判の前が来てる。で、これに対してどうするかっていうのは、不利なポジションでの戦い。ね、棒の7の逆向き。ね。うん。意味、もうペラペラ言っちゃってっけど、もう詳しく知りたい人はソニックさんのね、タラズソニックってフェイスブックあるから、そこにアクセスしてください。はい。んで、そうね、その方が早いもんね。それで、これが、ビジネスね、向こうが望んでんのが、とにかく冷静に考えてね。で、そこで、溢れ出る情熱、期待できるプランを提示してください。そして、ギリギリ勝利を得てください。うん。そう。だから向こうは、冷静に考えて、もう関わらないとしてるけど、
そう、期待できるプランを用意することでなんとかね、うん、つないでください、うん、これが A を選んだ人の状況ですね、うん、参考にしてくださいね、うん、そう、ビジネスはね、お金を作るお話だからね、うん、そうそう、うん、あまりこうね、うん、まあたまたまね、今日このタイミングで出会ったから、まあ意味はあるんだろうけど、うん、そういう感じでいくといいと思いますね、そうですね、うん、いいんだもん、この恋愛じゃねえんだからさ、見るやつは少ないし、見るやつは本気だからさ、うん、それでいいんだよ、これ、これよ、うん、これなんかタルトライブに近いもんだってもう。あの恋愛、ソニックさん、どこにだね、手抜くわけじゃないけどさ、なんかさ、うん、ね、そんな、ね、手広く当てにはいけねえよ。タルトさんはそれは引き寄せてるかもしんないけどさ、うん、そりゃね、うん、でもビジネスは、みんなもう的絞ってるからさ、それでいけばいいよ、うん、ね、うん、そうそう、うん、こっちこっち、うん、これの方がなんかこうね、うん、もうライブ感、生きてる感があるね。そう、うん、そうですよ。あとはね、そうね、そうね、マリンクラブって飲み物知ってる？いや、ほんとね、もうそういうね、懐かしい。ウィーリーって知ってる？いや、ジャッキー・チェンプロデュースとか言って日本で売られたんだけどさ、その前にさ、ソニックさんね、アジアバグースっていうテレビ番組があってさ、それが、シンガポールで、収録だったんだけど、それフジテレビ主さんのがお金出してくれて、ソニックさん飛行機乗ってさ、ソニックさん歌手だから、歌うまいから。歌うまいから、うん、ちゃんとテレビ番組に歌手として出演するぐらいの超余裕な実力あったから それさ、シンガポール行ったんだけどさ、俺ね、あれなんだよ、ジャッキー・チェンプロデュースとかじゃなくて、ウィリーがもうその当時売っててさ、それで、まあ、飲んだりしたんだけど、でもそれよりも当時のシンガポールでびっくりしたのは、何、肉まんみたいな、販売機あるでしょ、あんまん肉まんみたいな、でそこでおまんじゅう売ってるんだけどさ、何、ココナッツミルクのね、フレーブがもうすごいのね。そう、なんかね、そういうものを食べました。うん、そう、うん、ね、でもソニックさん当時ね、お金なかったからね、なんかね、お小遣い少なくてね、なんか、うん、あんまり楽しめなかった旅行。ダメです。ほんとね、若いからマジお金なくてさ、ね、てかお金がちょっと入ると機材買っちゃうのよ。ダメなの、ソニックさん、本当にあの頃は。ね、うん、いや、だからソニックさんさ、ほら、なんかもう、こう手広くやってんじゃん、映像もさ、ちゃんとしてるしさ、このなんかね、早い話がさ、ADHD だからさ、落ち着きないの、いろんなことやっちゃうのよ。だからそう、若い頃とかさ、もうそれに輪をかけてさ、機材買っちゃうからさ、もうどうにもならんのよ。そうそう。これが B ね、B プラン。うん。よっしゃ。うん。ビプランですわ、うわうわうわ、よいしょ、オッケー、どりゃ、ね、そうですよ。いやでもね、ほんとね、今の世の中ね、そうそう、なんかこうね、もう、なんか ADHD でアスペダとか言ってね、なんかこうね、診断されちゃうけどさ、ほんとなんかもうね、昭和とかね、もうなんか子供の人口多すぎたからさ、なんかどうにでもなっちゃったからさ、アホでも恋人できちゃったからさ、人数いるから。むしろさ、今の方がさ、なんかこう、大変だと思うよ。もうほんとに。ソニックさん、知見でさ、若い子見てもさ、いや、俺らの世代でお前らぐらい頭良かったら、お前なんかそんな、なんか海外で知見なんかやってないぞ、お前らっ、ね、て。そういう連中いるからな。なんかむしろ賢すぎちゃってサラリーマンやんねえ組いるからな、今な。本当に。まあね。そうですわ。ね。オッケーオッケーオッケー。行こう。うん。よっしゃ。んじゃ、これがプラン B な。プラン B で、ビジネスね。相手。そしてこれが、自分。よっしゃ。行ってみよう。オッケー。ね。ちょっと、汚いけどね。もう、さっさと行った方がいいかな。ね。よしと。オッケー。いやー、いいな。やっぱビジネスっていいな。ビジネス見るのはいいな。うん。本当に。あ、でもこれあんまり、あれだろうな。アクセス数少ねえんだろうな。行くぞ。まず、向こうがな、求めてること。向こうが求めてることは、受け取る一方。うん。だから、儲けだけ欲しい。
いるよな、うん、そういうのな。あ、僕は儲けだけ欲しい。うん。そして現在ね、痛みを伴う別れ、だからもう見切りつけようとしてる、うん、向こうは。そしてこっから先、こっから先は後味の悪い勝利。うん、なんかね、あれだよ、美味しいとこだけ持ってって終わりにしたいって向こうは思ってる。その B プランを選んだ人のビジネス相手はね。うん、そう、うん、まあまあ参考にしてくれ。そう、うん、それでね、向こうがのがやろうとしてる目的みたいなのはね、あれです、コントロールできない、うん、コントロールできないところで、うん、なんかもうあれだね、どっちの意味かな、自分でコントロールできないのか、もう早くも手、なんか手放しでいくのか、うん、そして現在状況、うん、もう関わり合いにならない、うん、損切りだね、多分ね、うん、そしてその次に向こうがやりたいこと、向こうがやりたいことは、これが対策か、対策はもうコントロールできないで、なんか向こうがやろうとしてることはもう収穫しない、うん、そして最終的には向こうがやろうとしてることは間違った行動、うん、だからこれもうあれだぜ、手切った方がいいぞ、このビジネスは、うん、B を選んだ人は、うん、そう、うん、だけどまあ一応自分の対策な、まず対策、自転車操業、過去で、うん、だからお金の資金繰りが本当ギリギリで回っちゃってるとか、うん、そういう感じで、現在は気の合う仲間でも危ないよ。なんでかっていうと、向こうはもう別れる気でいるから。うん。だから、これは、ね、不当たり前提で持ってったりとか、そういう可能性もあるから、注意した方がいい。です。未来は、向こうは後味の悪い勝利。ね、どんなことしても勝とうとしてる。で、こっち側にしてみれば、ジャスティス、ね、バランスが悪い、不均衡、ね、そんな感じ。うん。で、こっち側の対策、ね、突然の終了と新しい生活、うん、バッチリ終わる、完全に終わる、うん、会社終わる、うん、そういう方向で対策を練る、うん、で、なんかこれが置かれてる状況、決断しなきゃいけない、しかも女性的な立場、これ一人で切り抜けなきゃいけない、一人だったら切り抜けられる、うん、もう他をなんか周りでうまくまとめようとしたらまとまんない、うん、で、うん、これが今すべきこと、うん、そうそう、これがもうしたいこと、うん、現実を直視すること。うん、そして最終的に向かうところは星が逆向き、関わり合いにならない、うん、向こうにとっても間違った行動だし、こっちが選ぶのも関わり合いにならない、うん、だからこのビジネスプランはもう畳む方向で考えて、うん、無理しないで、うん、多分自分でも分かってると思うけど、そうして、うん、OK ね、そんな B を選んだ人は多分そんな状況だと思うよ、うん、そうそう、うん、ね、まあそれでもね、あんまりも違ったら、まあそれはあれだ、まあ、あ、そういう人いるんだな、では、そう、うん、止めといて、別に、うん、自分が該当しなかったらそれで構わないから、うん、これは、うん、そう、うん、オッケー、行こう。まあね、まあそんなんでね、うん、いいね、いいね、いいね、やっぱこういう、これだよ、うん、これがビンビンに来るね、うん、こういうのだよ、うん、そう、うん、ファジーな、うん、そうそう、うん、まあ年下との恋愛もいいけどな、うん、そうそう、うん、ソニックさんは、そうだな、ビジネスの人は応援しちゃうね、うん、そう。おっきゃ。ね、そうですな。あとは何だろうな。そうね。あとどうだ、最近は、そうですね。欲しい機材も特になくなっちゃったかな。うん、一応な、そう。うん。いや、これね、なんかほら、これパソコンのカメラでやってっから、すごいこう映像荒くて、それで、あれなんだよね。外部カメラ一回使ってみたんだけど、なんか USB がね、なんか端子少なくてさ、なんかそれ埋まっちゃって、それで拡張 USB のやつを使うとさ、あれなんだよ、なんか反応しないんだよな。そう。うん。なんかそんなのがあってさ、うん、これがプラン C ね、もう C だよ、早いね、うん、そう、うん、今日はなんだろう、無駄話が足んないかな、もっと無駄話やなんか歌を長くしたりとか、うん、あとはなんだろうな、ね、恋バナソニックさんの恋バナ何が出るかなってそうそうだね、ああ別に聞きたくないよね、ソニックさんの声もだね。うん、そうそう。ほんとね。うん、そうですよ。ね。はいはいはい。うん、ね。うん、あ、まあまあね、そうね。声もだ聞きたいとかね、書き込めないから。書き込ませないから。そうそうそう。ね。うん。はい、書き込みとか評価とかさせないから。
そうそう。ああ、でもさ、評価といえばさ、やっぱ、未だにさ、なんか、あれだよね、表示はできないけど、評価悪いやつけんだけど、あれだから、見もしないで評価つけてっけど、今日一番初めに冒頭に、カード1枚表示したろ。うん。あの時点で、悪い評価つけるやつ、タロトさんアタックいくから。タロットさんと相談してそういうことに決めた。うん、結局札を見た瞬間にディールは完成するから、うん、そう、うん、本当に、うん、もうページを開いた瞬間に取引成立でディスライクつけるやつはタロットさん潰しに行くから。ソニックさんは分からん。ソニックさんには分からん。だけど、うん、タロットさんがそういくって言ってんだからそういくことだなるで。うん、まあ、うん、頑張ってくれや。もう多分見てねえだろうけどな。うん、そうそう、うん。開けると同時に低評価つけて逃げる連中は。そう。うん、だけど、うん。よいしょ。ソニックさん、タロットさんチームは甘くねえぞ。おっしゃ。おっきゃ。おう、いやし。おし、ビジネスプラン C! な、うん、いいビジネスしてこう。うん、これだ。うん。よいしょ。よし。よし、行くぜ。まず、過去カード。向こうが望んでることは、はい。ね、審判逆向き、ね、これからジャッジが入る、ジャッジ前ね、ね、これから決める前です。決める前がまず過去。そして現在、ね、激務。もう激務入っちゃってますね。だからお互いにディールは、うん、始まってる。うん。そして、その次に来るのが、親身になる男性。うん。だからビジネスも始まっちゃってるし、もう、ちゃんとより、ね、ユナイトして、やっちゃうんで、いい傾向かもしれません。で、これが、向こうが、したいこと、うん、そうそう。これが、したいことというか、あれか、向こうの目的、短絡的な王様。さっさと勝負を決めたい。うん。短期集中で、上がりを出したい。そして、向こうの置かれてる状況、手遅れ、間に合わない。うん、そう。手遅れ間に合わない。そして、向こうが望んでるものは欲望。もう納期とかが、始まっちゃっても激務でしょ？うん、激務でより親身になってて、納期とかめっちゃ厳しいんだと思う。うん。そして最終的にどうするかっていうと、これも、権力の外。うん、だから、向こうの力が及ばないところになっちゃってる。うん。だけども、ディール完成してるし、始まっちゃってっから、そこをなんとかしなきゃいけない。うん。まず、ね、こっちの立場。こっちの立場は、あれです。ね、長期的プランで考える王様。で、これほら、こっち側の長期的なプランで考える王様も、逆さまになっちゃって、同じカードなんだけどね。うん。で、そう。だから、これ長期的なプランで考えたけど、もうさっさと決めなきゃいけない状況になっちゃったの。で、まあ、これが、過去。で、現在は、何？制約のない安心。だからね、ルールに縛られない状態になっちゃったの。うん、だから、初めの取り決めじゃないところで、問題が発生して、今、激務になっちゃってる。うん。そして、その未来がどうなるかっていうと、向こうは、より親身になって対応ったんだけど、実力不足。うん。だから、長期的でやろうと思ったけど、さっさと決めなきゃいけないとか、なんだ、いろんな問題山積みになっちゃって、で、もうどうすればいいか。ね、ロマンス。ね、未来への期待で解決したい。でもそんなわけにいかないと思うんだよって話。で、これが、間に合わない。で、それをどうするかっていうと、技術習得。もう間に合わないですよ。だって今から技術習得してどうすんだよっていう。そして、向こうはもう欲望ね、ありもしないところでこう、なんかやりたいんだけど、それをこう、なんつうの、新しい関係で終わらしたい。うん。そして、うん。向こうは結局ね、仕上がんないからどうしようかっていう、契約切ろうかっていうのをこうね、低評価で自分を、対応。でもこれは仕事を受けたけれども実力不足につながるから、これは、そうだな、うん。どうかわす？うん。どうかわす？だってそもそももう、成し遂げられないからな。うん。だからその辺を、今知ったから、うん。ちょっと早めに対策を打つべきだぞ。うん。そう。うん。解決できるかわからないけど、でも事前にもう、やべえってことは今わかったから、うん。やばいなりに、うん。なんか考えよう。うん。そうしよう。じゃあそれが C を選んだ人だな。うん。まあ、解決にはなんないけど、まあ、悪くはないだろ。うん。悪くはないぜ。うん。そんな感じでな。うん。OK。まあ、そんな感じでね、6月30日、ね、
未来ってね、名古屋のお店で、まあ、ソニックさんライブあるんでね、テクノ魂来てください。タロットライブね、ね、日曜日と水曜日ね、ありますんで、視聴登録をはじめに、チャンネル登録言うの忘れて、チャンネル登録はじめに言っとくて一番効果が高いのに、ね、そんなんでね、チャンネル登録の、ソニックさんの、視聴登録娘、なんか紫色の可愛い子ちゃんが、なんか、この辺のどっかに現れるんで、ね、プチッとしてください。ね、そんな感じで、ね、OK! ね、ソニックドラゴルゴさんのね、タロット3択、ね、本日はこれで終了。ここら辺でポチッとな。